フィギュアスケートのアイスショーファンタジー・オン・アイスの愛知公演が31日、愛知スカイ・エクソップ、愛知県国際展示場でスタート。2014年ソチ、18年ピョンチャンと五輪連覇したプロスケーターの羽生譲が出演する。先日の幕張公演でアニメ、機動戦士ガンダムシードの挿入歌、ミーティアでコラボした TM レボリューションの西川隆則は、 プログラムに隠された羽生の粋な演出を絶賛している画像どれほどの方がお気づき羽生結弦とフリーダムガンダムがシンクロしている実際の画像こだわり尽くしたプログラムだった幕張公演で西川が歌う機動戦士ガンダムシードの挿入歌ミーティアに乗せ演技を披露していた羽生西川は愛知公演のスタートに合わせ公式 X 旧 Twitter を更新し、幕張公演の写真を掲載。どれほどの方がお気づきでしょうか。色使い、シルエット、まさかの引用に、コラボレーションとは各あるべきであると改めて痛感しました。プログラムを演じる羽生とフリーダムガンダムを並べた写真を掲載した。鮮やかなブルーの衣装から、佇まい、演技中に決めたポーズまで再現度の高さが伝わってくる。 SNS 上のファンからもコメントが殺到。羽生さん、フリーダムガンダムそのものでした。お衣装にもこだわりを感じます色使いやシルエットまさにフリーダムですね。めちゃくちゃシンクロしてる、損すぎるポストをありがとうございます。リスペクトあふれる奇跡のコラボですね。などと感動の声が集まっていた。西川も出演する愛知公演は31日から3日間にわたって行われ、その後は愛知、神戸、 静岡と続く。